皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回は朝食をとると痩せるようになるのか、朝食を抜いたら逆に太ってしまうのかっていうことについてね、私個人としての見解をお話しさせていただければと思います。食事を抜くと太るから、ダイエットしたいんだったら3食ちゃんと食べましょうよとか、こうストイックな人たちは食事をねもっと小分けにして4食とか5食とか食べると効率よく痩せられますよとかね、筋肉量を残して痩せられるので効率よくかっこいい体になれますよとかね、そういうことがまあよく言われてるわけですよね。でこの朝食を抜くとこう逆に太りやすくなるってこう言われてる、その理由としてはやっぱりこう朝食を抜くと空腹でいる時間が長くなって体が飢餓状態になってしまうので、栄養を溜め込んで脂肪にしてね残しておこうとして同じね食事量でも太りやすくなってしまう、体脂肪に体がね変換しやすくなってしまうから太りやすいとかね、栄養がない状態が続くことで基礎代謝が落ちてしまうので太りやすくなるとかね、そういうことが言われたりするわけですよね。力士の方々なんかは1日2食で生活をしていてめちゃくちゃねあの大きな体を作られているので、やっぱりこう1日2食こう食事を抜くと太りやすいんだなっていう方もいたりするんですけども、実際のところどうなのっていうお話をね私からさせていただければと思います。こういう話をねさせていただくぐらいなので、まあ結論から言ってしまうとですね、実は朝食を食べるかどうかっていうことは直接太りやすさに関係はありません。もっと別の要素が関係してきます。なので無理して朝食を食べる必要はありません。忙しくて朝は軽くねプロテインだけにしたいとか、もう何も食べずにねもう家を出たいとか、そういう方もいらっしゃるわけですよ。やっぱりね忙しくお仕事されている方なんかは特にそういう方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、そうやって朝食を食べない生活に慣れている方が無理やり朝食を食べる必要もないです。まあ、逆にですね、もう朝食をしっかり食べる食習慣っていうのは身についている方はそのままね朝食を食べる習慣っていうのを続けていただければそれはそれで問題はないと思うんですけども、ダイエットのためには必ずね朝食を食べないといけない、朝食を食べた方が痩せやすいと、朝食を抜いたら太りやすくなってしまうとか、そういうことは実は関係がないので、朝食を食べるっていうことにこだわりすぎないようにしていただきたいなと思います。そもそも朝食を食べてない人たちは太るのかどうかっていうことについて研究がね行われております。まあ概要欄にね貼っておくんですけども、実はこの研究では朝食を食べてない人の方が太ってる傾向にあるっていうことがね明らかになりました。なのでこの研究を見ると、あやっぱり朝食食べないと太るんやっていう風に思い込んでしまう方もいらっしゃると思うんですけど、気をつけていただきたいのはこの研究ではただ単に朝食を食べてない人の中に太ってる人の割合が多かったっていうのが分かっただけなんですよ。だからといって朝食を食べないから太るわけではないんですよね。まあこれ相関関係と因果関係の違いって言ったりするんですけども、朝食を食べない方の中に太った人の割合が大きかったっていうのは相関関係なんですよね。でだからといって朝食を食べないからこの人たちが太っているとは限らないわけなんですよね。ひょっとしたら朝食を食べない方っていうのは食事に無頓着な方、関心がない方だったりするので、もう好きなものをね好きなだけ食べてしまって、それによってね太ってるっていう可能性もあるわけなんですよね。この研究ではその摂取カロリーとかその辺のことはね全然揃えてないので、ただ単純にね朝食を食べるかどうかと体型を統計を取っただけの話なので、朝食を食べない方の中にこう太ってる方の割合が大きかったという結果をもって、じゃあ朝食を食べないから太るとは言えないわけなんですよね。なのでそこは勘違いをしないでいただきたい。じゃあ今度は朝食を食べる食べないという条件のもとで摂取カロリーを揃えた場合はどうなるのか、ちょっと気になりますよね。もし朝食を食べないと太る、朝食を食べた方が痩せやすいっていうのが本当なのであれば、摂取カロリーを揃えれば朝食を食べてる人たちの方が痩せやすい、で朝食を食べてない人たちの方が太りやすい、そういう結果が出るはずですよね。じゃあこの研究どうだったかというと、朝食を食べたグループ、食べなかったグループ、体重は変わりませんでした。なので摂取カロリーを揃えれば朝食を取ろうが抜かそうが大きな変化はないということですね、体重に。まあ、なので実はその朝食を食べるかどうかっていうよりも、やっぱりその摂取カロリーと消費カロリーのバランスの方がはるかに大事なんですね。なのでこうあんまりねその朝食にこだわる必要もないということですね。で、まあ、また別の研究ではですね、まあ、朝食を取るか取らないかっていうところだけ分けて、あとは好きにね食事を取ってもらう、
ていう経験はあったりします。こう朝食をね取らないようにすると食欲がね増してドガ食いするようになって摂取カロリーが増える、そういう方もいたりするんですけども、実はこの研究では朝食を取るか取らないかによってその1日の、ね、摂取カロリーって変わんなかったんですね。もちろんですね朝食を取らないグループの方が食事が2食になる分1食あたりの量は多くなるんですけども、1日トータルの摂取カロリーっていうのは変わらなかったんですね。まあ、なのでその朝食を取らなかったからといって後でドカ食いしてしまって3食取った場合と比べて摂取カロリーが大きく増えるっていうことはないです。なのでそこも安心していただければなと。むしろ朝食を取らなかったグループの方が1日の摂取カロリーが少なかったという研究もあります。ひょっとしたらですね朝食を抜いた方がやっぱり1食抜いた分だけ1日のトータルの摂取カロリーは少なくなって痩せやすくなる、そういう可能性もあるわけなんですね。事実朝食を食べない生活習慣の方に朝食を取るようにしていただいたら1日の摂取カロリーが増えてしまったっていう研究もあったりします。そういうこともあって私はねもともと朝食を食べない生活に慣れている方は無理して食べる必要はないですよというふうにね申し上げました。まあ、なのでこの朝食を摂るから代謝が上がりやすくなって痩せやすくなるとかね、摂取カロリーが少なくなって痩せやすくなるとか、逆に朝食を抜いてしまうとドカ食いして摂取カロリーが増えてしまって太るとか、代謝が落ちて太ってしまうとか、体がエネルギーを蓄えようとして太ってしまうとか、そういうことはまあないんじゃないかというふうに私は思ってます。で、まあ、これでね太りやすさとかねカロリーの摂取量の違いについては分かっていただけたと思うんですけども、じゃあこう朝食を抜いて飢餓状態が続くことでね体が省エネになってしまって基礎代謝が下がっちゃうんじゃないかでね心配している方もいらっしゃるかと思うんですけども、これについてもね肥満の女性を対象にした研究が行われていて、その研究結果によるとですね朝食を取るか取らないかによって1日の消費カロリーは変わらなかったっていうふうに言われています。なのでこの朝食を取らないと代謝が落ちて痩せにくくなってしまう、太りやすくなってしまうっていうことも、まあ、あんまり心配する必要はないんじゃないかなと思います。ここまでね説明をさせていただきましたけども、だいたいですね朝食取るか取らないかっていうのはこう太りやすさ痩せやすさっていうのに、まあ、直接関係がないっていうのは分かっていただけたと思うんですけども、じゃあねこれを踏まえて私はね1日3食食べる朝食は食べた方がいいのか、それとも1日2食朝食は抜いた方がいいのかっていう話になるんですけども、これだけの結果をもってしてもまあなるべくですね朝食は3食食べていただいた方がまあやっぱりね痩せやすいと思います。なぜかというと一番最初の研究結果のね説明の時にありましたよね、朝食を食べない方の方が食事に無頓着で食事のことをあんまり意識しない可能性がありますよと。これまさにその通りだと思うんですよ。まあ私もね VIP トレーナーとしていろんなお客様の手伝いをさせていただきましたけども、やっぱり1日3食ちゃんと食べている方の方が食に対する意識が高い方の方が多いです。実際問題こう食事を抜きがちになってしまう方、朝食もう毎日食べませんそういう風に決めてますっていう方はまだいいんですけども、朝食食べたり食べなかったりなんですよっていう方は大体ですね食事の内容がもうめちゃくちゃですね、あんまり食事のね意識ができてなくてついつい食べ過ぎてしまったりとか、自分がどれだけ食べているのかうまく把握できてないとかね、そういうことがあってこう太りやすい状態になっている、そういう生活習慣食習慣になっているっていう方がやっぱり多いので、食習慣をしっかり整えて食事に対する意識を高めるという意味でも、どっちかで言えばなるべく朝食を食べて3食バランスよく食べていただくっていう、こう生活習慣を作っていただくのをおすすめはします。ただし先ほど申し上げたように朝は忙しくてもう朝食は食べない方が快適に過ごせますよという方であれば、もう朝食は食べないっていうふうに決めてしまって、お昼と間食と夕食みたいな形でお昼以降に食べるっていうふうにもう食事を組み立てていただくっていうので全然問題ないと思います。朝食を食べない方が気楽に過ごせるっていう方が無理やり朝食を摂ると摂取カロリーが増えてしまう傾向にあるので、朝食を食べない方が楽に過ごせるっていう方は無理せずねそのまま朝食を取らない生活習慣を持続していっていただければいいんじゃないかなと思います。ただしタンパク質の摂取量が朝食を取らない方の方がやっぱり食事の回数が減る分少なくなりがちなので、そういう意味ではタンパク質の取り方には気を使っていただいた方がいいんじゃないかなと思います。朝は
何も食べないよりはプロテインだけでも飲んでいただくとか、午前中にちょっと時間ができた時に無脂肪ヨーグルト食べていただいたりとか、プロテイン飲んでいただいたりとかしていただくとかね、昼食とか夕食にはなるべく肉か魚のおかずをしっかり入れていただくとか、そういう意識をしていただくのがいいんじゃないかなと思います。ぜひね、参考にしていただければと思います。ということで、今回は朝食を食べると痩せやすくなるのか、朝食を抜くと太りやすくなってしまうのかということについて解説をさせていただきました。摂取カロリーとかね、太りやすさについては、朝食を食べるか食べないかっていうことは直接関係がありませんよと。なので、朝食を取らなかったからといって太りやすくなる、ダイエットが進みにくくなるということは心配しなくて大丈夫ですよと。ただし、朝食を食べたり食べなかったりする方は食習慣が乱れがちで、それによって食べ過ぎてしまったり、間食であんまりね良くないものを食べてしまったりして、ダイエットがうまくいかないことが多いので、どちらでもいい方はなるべく朝食を食べてくださいと。そして、朝食を食べない方が快適にストレスなく過ごせるという方は、そのまま朝食なしで過ごしていただいて全然問題ないですよという内容でした。ぜひね、食事を組み立てる際の参考にしていただければと思います。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄にお得なキャンペーン、新商品の情報を載せておりますので、チェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。